エヴァ・ガンスター・アイ・ホールマン・クーラニアイ2005、ホト、アレクサンドル・ニルソン、エヴァ・ガンスターは、オーストリア、チロル州キッズビュール出身の元スキージャンプ選手、スポーツ科学者。1990年代から2000年代初頭の女子ジャンプレー名に活躍した。父親は獣医師で、オーストリアスキー連盟及び国際スキー連盟、FIS において、 女子スキージャンプの普及に尽力したエドガーガンスター。エヴァは父の影響を受け、スキージャンプをはじめ、シュタムスのスキー学校へ通った。1990年代初頭、FIS は女子の競技参加を認めていなかったがエヴァは男子の大会のテストジャンパーとして、たびたび出場し、顕著な実績を積み重ねた。1994年のリレハンベルオリンピックにも、 テストジャンパーとして参加した。1997年2月7日、エヴァはバートミッテルンドルーフのクルムのフライングヒルで167メートルの女子世界記録を飛び、これは世界記録としてギネスブックに掲載された。1998年のノルディックスキージュニア世界選手権でエキシビションとして行われた女子の部では2位となった。ガンスターはサッカーでも活躍した。 2003から2004シーズンには当時オーストリア女子2部リーグに所属していたフチャールで11得点を挙げてチーム得点王となった2004から2005シーズンから始まった女子コンチネンタルカップでは総合15位このシーズン終了後現役を引退2005年10月にはスポーツ科学の修士号を得たありがとうございます